時刻は8時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。12月26日火曜日、マイオーシス、これから2時間生放送をお送りしていきます。沖縄市中央パークアベニュー入口、国道330沿いにあります。FM 小座のスタジオから、 今日は私、サリーがお送りしていきますよ。さてさてさて、マイオアシス火曜日は今年最後の放送になりますね、今日。27日水曜日までか、明日、うん、そっか、明日までなのでね、この FM 講座今年の放送が。なので、火曜日のマイオアシス私は今年が最後になります。一年あっという間だったね、皆さんね。 はい。いかがお過ごしでしょうかどうでしたか今年一年は皆さん <laughs>、えー。私はね、今年は結構ね、こういう一年だったんじゃないかなと思います。試練もあり。<laughs> また楽しいこともたくさんあり。で、ちょこっとは、あの、成長できたかなというような。 年だったんですが、またね、来年もさらに楽しく成長して、皆さんとね、過ごしていけるような年になりたいなぁと思っている今日この頃でございます。はい。早いね。もう、今年も残すところあと、1、2、3、4、5、6。今日入れたら、6。わお。1週間切ってますよ、皆さん。はい。ということで、 もう今週日曜日は大晦日ですよ、皆さん。日曜日に大晦日あたるんですね、今週は。じゃあお休みの方多いですね。土日ゆっくりできるんじゃないでしょうか。ということで、早速参りましょう。マイオアシス。今日のトークテーマ。大晦日の過ごし方。 はい。今日は大晦日の過ごし方で募集したいなと思います。皆様、毎年どういう大晦日を過ごしていますか仕事で忙しいという方もいらっしゃると思うし、毎年ゆっくり家族と過ごしてますよとか、友達と過ごしてますよとか、またワイワイ外に出てね、過ごしている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんの 大晦日の過ごし方を教えていただけたらなと思います。えー、メールアドレス76、761アットマーク、fmcoza.jp 76、761アットマーク、fmcoza.jp です、えー。そして、f m コ o a メッセージやリクエスト。 FM コザのホームページからもね、送ることができますよ。番組表の番組名、マイオアシスをクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらからもね、送ってみてください。えー、そして、ツイキャスト Ustream でね、えっ、ー、と、映像と音声をネット配信もしておりますので、これも FM コザのホームページから見ることができるので、皆さんそちらもね、チェックしてみてください。今日のトークテーマは、 大晦日の過ごし方ですよ。よろしくお願いします。ではでは、今日も8時から10時まで2時間生放送。私は今年最後の放送になります。元気に楽しくパワフルにお送りしていきますので。<laughs> 皆様、最後までお付き合いよろしくお願いします。 それでは本日のオープニングナンバー、福山雅春でミルクティー。 時刻は8時12分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入口国道330沿いにあります FM 小山のスタジオから私イサリーがお送りしておりますよ。さてこの時間は沖縄地方のお天気そして道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から参りましょう。えー、本日の沖縄本島地方。 そして大東島地方は高気圧に覆われて大くね晴れています。先島諸島は寒気の影響で曇っていますが、雲の隙間で晴れているところもあります。<laughs> さっきくしゃみん連発したからさ、急に鼻詰まったまた。<laughs> え、本島中南部の天気が晴れ時々曇り。降水確率が朝6時から 夕方6時までが0%。そして夕方6時から深夜12時までが10%ということで、今日はいい天気になってくれたら嬉しいですね。日中の最高気温、20度だそうですよ、えー。波は3メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。風は北の風です。あー寒いかな。沖縄はね、 冬になると風がビュービューでね、寒くなりますからね。北風ビュービューでね。また今日も寒いと思いますので、皆さんしっかり上着持ってね、暖かくしてください。えー、そして本島、沿岸の海域では26日昼前までうねりを伴った高波に注意してください。沖縄本島地方では27日にかけて、 空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。はい、えー、続いて、道路交通情報をお伝えします。まずは、沖縄自動車道から行きましょうかね、えー。この時間、少し渋滞が発生してますね。こちらは、西原インターチェンジ、那覇インターチェンジ間、上りで、えー 渋滞してますね、少し。西原インターチェンジ、那覇インターチェンジ間。その他はスムーズに流れてるんですが、規制がかかってます。同じ場所ですね。この西原インターチェンジ、那覇インターチェンジ間、上りで、えー、っと、50キロ規制がかかってますね。そのために、ちょっと渋滞も発生してるんでしょうかね。 はい。西原インターチェンジの、那覇インターチェンジ間、50キロ規制になってますね。また渋滞も発生してますので、皆さん、えっと、利用される方ね、沖縄自動車道、この区間利用される方、ぜひ、今日は早めに家を出るのをお勧すすめしますよ。えー、そして続いて一般道なんですが、えー、小座十字路、小屋十字路。こちらはスムーズに流れてますね。えー、戸口交差点で少し渋滞しております。 はい。その他はスムーズに流れてますよ。あとはですね、前原あたりですかね。前原交差点あたりで渋滞してます。そして国道58号線、牧港、ぐすくま間ですね。そこで少し渋滞してますね。はい。その他は今日はスムーズに流れているかなという感じです。ではでは、ツイキャス見てみましょう。ツイキャスからね、リスナーの皆さんの お住まいの全国のお天気をお伝えしたいと思います。まずは、ちゃんおかさん。サリーちゃんめぐー。みなさん、おはようございます。今朝の名古屋は、厚手の雲が所々にありますが、晴れ間がある空模様ですって。はい。雲はあるんだけど、晴れてる感じなんですね。いいですね。気持ちのいい朝ですね。えー、そしてこちら。 ルロル、ルドルフさん。<laughs> 言い慣れてるはずなのに、ルドルフさん。<laughs> はい、さい、おはようです。顔が、白、白い手。<laughs> 白くてかな。顔が白くて美しいサリーちゃん。白いですか塗りすぎたかな、今日。ファンデーション。<laughs> えっと、今年で最後、メイグーさん、今日も楽しくって。 大阪は晴天ですが、少し寒くなって、6度最高気温は10度とかですよって。さ最高気温10度とかも、最高じゃないよやとか思うよね。寒いよやみたいなね。<laughs> <laughs> 全然高くないよやとか思うけどね。<laughs> はい、暖かくしてくださいね。えー、っと、こちら。NUJ さん。 おはようさんです。サリー、お久しぶりねーって。そうかなュージェンさん、お久しぶりな感じがしない。<laughs> 先週、そっか、私がマイワシスね、お休みしてしまったからですかね。はい。えー、今朝の横浜は晴れ。予想最高気温は14度ですよーって。はい、14度か。晴れだから、まあ、過ごしやすいのかなね。ありがとうございます。まあ、14度って言ったら沖縄では、 相当寒いけどね。続いて、こちら。大塚賢治さん。おはようございます。埼玉は晴れ。えー、最高気温が12度。最低気温はマイナス1度。をマイナスなっちゃった。寒くなってますね。また埼玉もね。えー、室温はファンヒーターで22度快適です。って。<laughs> 安定の22度、健治さん。いいですね。あったかくしてくださいね。 ええー、そして、こんな感じかと。ありがとうございます。ルドルフさんが、サリちゃん、花ピーは大丈夫ですかって、お花の花がついてますね、花ピー。<laughs> いいね、それで、ね。お花の花だとね。はい、順調に花ピーですよ。安定の花ピーです。<laughs> 花ピーピーしてます。失礼します。<laughs> <laughs> えっと、テントウさんが、マイナス一度と聞いて鼻水が垂れ出す女。<laughs> いやー、多分マイナス一度とかだったらやばいはずよ。<laughs> はい、ありがとうございます。皆さん、暖かく過ごしてくださいね。ということで、FM コザから見えるお天気。少し今日は、今は曇り空という感じですね。ちょっとグレーな。 感じのお空になっております。そして車え、交通量はそんなに多くないですね、今日はね。スムーズに気持ちよく走れるかな、といった感じですよ。皆さん、今日も一日ね、安全運転で過ごしてまいりましょう。この、あの、シワス、年末はまた特にね、あの、事故とかも多くなってきますから、皆さん気をつけてくださいね。よろしくお願いします。 以上、この時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしました。I am それではみんなで元気に内ちなぐちラジオ体操伸び伸びと背伸びる運動からさいティーチターチリーチユーチイチチモーチティーフサの運動けんなホイミソうじキサのまぎのばし運動さいイチチモーチバラチヤーチティーチターチリーチユーチイチチモーチけんなみぐらしみそうに。

1、4、1、6、7、8、1、8、おじいにとえびんな。名しちゃんかいまぎやびんど、さんかい。ティーガマクンカーティティ、屈伸かいのばしみそれ。1、8、3、1、1、1、けんなふやなかいとねじる運動さい。 にじり、ひざい。にじり、ひざい。ひさもどち、ていすだろうんど。ていち、たち、みち、ゆうち、ーチナナチヤがち、やち、ていち、たち、みち。おばくしやまちえないビランドひさいくんけんじゃち、斜めしちゃんかい。しょうめんけんかてにはいん。 みちゆうちけんなふやなかいどう見下らする運動さいみちゆうちならちやちみちゆうチひさもくさなかいタッチのいささなかいとびびそうでひらっちゃいとじたいひらっちゃいとじたいテンション上げみそうりうさいテーさの運動 みちゆうちいちむちながちやちいちたちいちゆうちいちむちヌビヌビとふいちさびら4のいちすうてはちじゃすんていちたちみちゆうちちょうちんじたんでがんじゅうさしきみそりさい さあ、マイワシス2時間生放送をお送りしておりますよ。今日のトークテーマは、大晦日の過ごし方ですよ。皆さんぜひメールたくさん送ってみてください。え、ツイキャス来てますね。見てみましょう。えー、っと、ルドルーさんが、お正月のお飾りのサリーちゃん、もう1年経つんですねって。だからよー、早いよねー。あのー、 去年、あ、じゃあ去年、今年か。今年のお正月の時に、あの、一発目の放送でさ、頭に鏡餅乗せてから放送してたわけ。頭に鏡餅と獅子舞い乗せてたかな。はい、あれからもう一年ですよ、皆さん。あれ、だいぶ重かったけどね、あの、<laughs> あの、あれ自分で作ったんですよ。100均でカチューシャ買って、 百均にね、こういうちっちゃいちょっと正月飾りとかこの時期は売ってるさ。あれを買って、くっつけて、やったの。<laughs> はい、今年は何しようかな <laughs> あ来年か。えー、っと、そしてつかーさんも来てますね。おはようございます。お久しぶりです、サリーさんって。そうですね、お久しぶりですね。体調は大丈夫でしょうか 私は先週体調崩してたけど。<laughs> はい、もうこの時期はね、沖縄特になんだけど、寒くなったり暑くなったり意味がわからないですからね、皆さん気をつけてくださいね。はい。えそしてそして、して <laughs> あの、うちなぐちラジオ体操始まったら、テントウさんのコメントがすごい。 <laughs> ひねりが甘いとかさ。はい、ぶんぶん回して。<laughs> その動き何回やれば。みたいな。突っ込み。<laughs> マジで。スパルタ監督。<laughs> はい、面白いね。えー、っと、メールも来てますよ。リスちゃん。今年も大活躍。あ、間違えた。年末も大活躍。 FM 小座を一人で支える女、名群。今日もダイエットは順調のようですねって。ダイエットしてたのして, <laughs> してないってよ。<laughs> <laughs> <laughs> はあ。そして、毛染めのサリーあ。皆さん気づいてくれるんだ。嬉しい。なかなか。でも、今日になって色が出てきたのかな。二、うん、日前ぐらいに染めたんですけれどもね。はい。テーマ。 こんな大晦日は嫌だってリスちゃんが。ちょっとテーマ変わったけど <laughs>、えー。トイレのタンクが12月30日に故障した。大晦日には知り合ったばかりの女の子が初めて泊まりに来る。まずい。このままではかなりまずい。しかし年末は修理屋さんもすぐには来てくれない。仕方なく僕は自分でタンクを開けた。バブルがこ、バルブが壊れていた。 絶対治らない形で壊れていた。仕方なくホテルを取った。年末でどこも馬鹿高い。それだけで旅行に行けるような値段だった。しかし、せっかく知り合った、新規の女性への気持ちを優先した、新規の女性って。<laughs> その日はなんとか切り抜けた。しかし、1月のデート代はゼロとなり、その女の子とは別れた。トイレさえ壊れなければ、多分僕たちは結婚まで行っていただろう。 この世にトイレの神様はいない。こんな大晦日は嫌だって。<laughs> っていう妄想なんですけれどもね、リスちゃんのね。<laughs> はい。そっか、トイレね。一応壊れたら嫌だね。治らんくなったら困りますね。<laughs> そうならないようにトイレは慎重に使ってくださいね、リスちゃんさん。はい、ありがとうございます。 思いつきましたね。えー、おはようございます。お久しぶりです、サリーさん。沖縄市のつかぴーでーすって。はい、つかぴーさんメールありがとうございます。大晦日の過ごし方。大晦日は、おばあたくへ行ったり、かな。今年は無事に過ごせたことを感謝する日かな。ゆっくりします。 今年もありがとうございます。あと少し楽しみまーすって。ありがとうございます、スカピーさん。いいね、いいね。今年も無事に過ごせたことを感謝する日。確かに。そうだね。今年一年振り返って、あんなこともこんなこともあったけど、結局今無事にこうしてね、過ごしていられることに感謝ですね。ゆっくりが一番いいですね。みんなで家族でおばあちゃんのお家とか行ってゆっくり。 ね、みんなでゆっくりと過ごしてっていう感じ。一番最高の大晦日ですね。はい、ありがとうございます。<laughs> はい、ということで、今日のトークテーマは、大晦日の過ごし方。 ですよ。皆様、大晦日の過ごし方、いろんな過ごし方があると思うんですが、ぜひ教えてください。メールアドレス76、761アットマーク、fmcoza.jp 76、761アットマーク、fmcoza.jp です、まあ。大晦日の過ごし方、こんな風に過ごしたいなという願望でもいいですからね。ぜひ送ってください。よろしくお願いします。 妄想でもいいですからね、リスちゃんみたいな。<laughs> リスちゃんはこんな大晦日は嫌だという妄想だったんだけど、皆さんはまあ、こんな大晦日だったら最高だなという妄想は、まあ、どんな妄想でもいいですのでね、ぜひ大晦日の過ごし方送っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 それではここで一曲お届けします。カーリー・レイ・ジップセンで、to the feeling

時刻は8時36分を回っております。えー、この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたします。まずは琉球新報総合面から銀行平日休業可能に金融庁が銀行店舗の 平日休業を可能にする規制緩和を検討していることが25日分かりました。地方銀行では過疎地を中心に店舗網の維持が厳しくなっています。現在は法規制で平日の店舗休業は原則として許されていませんが、柔軟な店舗運営が認められれば、確実営業などによって少人数でも金融サービスを 地域に提供できるようになり、コストも削減できます。来年の関連、関連法令制定を、あ、失礼しました。関連法令改正を目指します。続いて、琉球新報市町村面から。沖縄市子どもの国で雪遊び。104 140万個のイルミネーションや人工降雪機による降雪ショーなど冬の沖縄を彩るクリスマスファンタジーが22日沖縄市の沖縄子供の国で始まりました。29日までとなります。うるま市から来た島優さん10歳は 降雪症で背中に雪が入って冷たかったけど楽しかった。手も冷たくなってると笑顔を見せました。クリスマスファンタジーの時間は午後4時半から9時半まで。チケットは大人、高校生以上が2200円。子供は1200円。3歳以下は無料となっております。お問い合わせ、子供の国、お電話番号、 098-933-4190。098-933-4190までよろしくお願いします。いいですねくるみ、クリスマスファンタジー。子供たちは雪が降るとね、沖縄で雪が見れるとすごくテンション上がるはずね。楽しそう。29日までやってますのでね、ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。えー、続いて。 琉球新報、社会面からお伝えします。<coughs> 認知症カフェ、全市町村に、県計画20年度までに設置。県は、認知症患者や家族、住民らが交流できる認知症カフェなどを、2020年度までに、県内全市町村に、 一箇所以上設置する方針を示しました。2018年度からの第7期県高齢者保健福祉計画に盛り込みます。25日に県庁で開かれた県高齢者福祉対策推進協議会で明らかになりました。国がまとめた認知症対策の国家戦略では、すべての市町村で認知症 認知症カフェを設置し、あ、失礼しました。すべての市町村での認知症カフェ設置を目指しています。<laughs> 協議会の委員の一人は、自身の母親が認知症だと述べた上で、初期症状の時は行く場所がない人がたくさんいるのではないか、カフェを利用したことがあるが、とてもつ使いやすかったと評価しました。<laughs> 失礼しました。 えー、続いて沖縄タイムス社会面からお伝えします。えー、子供の国集客2頭のライオン沖縄子供の国の2017年度の入場者数が24日現在35万5932人となり2004年度のリニューアル後最多のペースで 移行しています。園によると、ライオン2頭が加わったことなどが要因と考えています。全国では上野動物園のジャイアントパンダのシャンシャンが話題を呼ぶ中、沖縄ではライオンブームとなっております。はい、ホワイトライオンね、また私も見て、見に行っていないので、タイミングが合えば見たいですけれどもね。はい。以上。 この時間は沖縄タイムス。琉球新報の長官から記事をお伝えしました。 さあ、時刻は8時42分を回っております。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FF コザから私サリーがお送りしておりますよ。ではでは、早速行きましょうか。このコーナーです。今日今日は何の日 はい。今日は何の日のコーナーですよ。まずは沖縄手帳から行きたいと思います。今日は12月26日火曜日。えー、いのと、あ、失礼しました。日のとですね。日のと、いの日となっております。えー、旧暦は11月9日。本日の満潮時刻は午後12時47分。 干潮時刻は午前5時55分。そして、えー、午前、あ、失礼しました。午後7時5分。なってますね、干潮時刻。えー、っと、1956年の今日、2月26日に、那覇市長に沖縄自民党、瀬長亀次郎が当選しました。米軍は赤井市長、 誕生に衝撃でした。何ですか赤い市長って。赤かったのなんか、亀次郎さん。なんか赤がトレードマークだったのかなトレードカラーだったのかなあ、あ、そっかそっか。映画にもなってましたね。なんか亀次郎さん。なんか T シャツとかも作られてたな、そういえば。亀次郎 T シャツみたいな。<laughs> この方か。えー、2013年。 元世界チャンプ、具志堅洋校の銅像を石、石垣校、え、<laughs> 石垣校、こう、こうなんて読むのま、石垣校、このターミナルにね、えっ、ー、と、銅像を設置した日だ、日だそうですよ。2013年に。現物より、 8センチ大きめ。現物よりって。本人よりってこと。8センチちょっと大きいんだ。そうなんですね。なんかテレビとかでね、見たことありますよ。具志堅洋子さんの。一緒に映ってるような。どうぞね。すごいですよね。銅像になるなんてね。今じゃもう大活躍ですからね。テレビでも、しょっちゅう出てね。はい、えー。沖縄手帳からでした。 では、ネットから見ていきましょう。今日はね、プロ野球誕生の日ってよ。そして風呂の日、26日ですからね。えー、っと、753年、これ何しん関心。関心。あ、元神元神打財布に入る。 うん。えー、っと、漢字読めるのから行きますからね。<laughs> あるかなこれは読めるかな千1159年、平治の乱 <laughs> 当たってる <laughs> はい。えー、っと、千 <laughs> 六1613年、薩摩の島津家久が、 将軍に泡盛を初めて献上しました。うーん、そうなんですね。沖縄の泡盛ね。お酒。えー、そして、一つ飛ばしまして。<laughs> 言わんかったらバレない <laughs> ?1898 年、キュウリー夫人がラジウムを発見したことを公開、公表しました。うん。キュウリー夫人。 えー、そして、1934年、アメリカのプロ野球との対戦のため、日本初のプロ野球チーム、大日本東京野球クラブが設立されました。だからプロ野球誕生の日なんですね、日本ではね。はい。えー、っと。1938年、これ、な、中谷、 雪ロ郎かな。雪の人工結晶に成功しました。すごいね。自分、人工で結晶作っちゃった雪の。すごいよ。雪、雪ロ郎っていう、あ、雪地郎ね。雪地郎。ふ <laughs> ふえー、1951年、ソ連から最後の、福音引き、あ、福音引き上げ。 潜入校。<laughs> あ、あ、わかる。切る、切るところがおかしいね。福音引上げ潜入校。<laughs> はい。潜入校ってね <laughs>、えー。1974年、インドネシアで元日本兵を救出しました。今日は徳川家康の誕生日だそうですよ。 すごいね。えー、っと、誕生花クリスマスローズ。やっぱまだクリスマスさ。<laughs> 誕生花はクリスマスローズ。花言葉は、ついおくかな。おう、おく。<laughs> ついおく。<laughs> はい、おはようございまーす。<laughs> はい。 お散歩ですか朝の。<laughs> はい。こんな感じでしょうか。以上、この時間は今日は何の日のコーナーをお届けしました。 それではここで一曲をお届けします。店頭さんからのリクエスト、スピッツで、君が思い出になる前に。 お送りした曲は、テントウさんからのリクエスト、スピッツで、君が思い出になる前に、でした。 さあ、時刻は8時54分を回っております。ここで FM 小座からお知らせがございますよ。えー、年末グランメールフェスタというイベントのお知らせですね。えー、2017年12月31日日曜日9時開演となっております。これはカウントダウンのイベントですね。えー、グランメール 沖縄で、場所は1階の中庭特設会場となっておりますよ。えっとですね、ライブ2本立て、スペシャルライブ2本立てで、ひ屋城敦子さん、ボサノバミュージシャンだそうですよ。那覇市出身の注目度ナンバーワンアーティスト、心地よいボサノバをお楽しみください。えー、あさんのライブが、 9時30分頃から。えー、そして11時頃からは、D51 さんのライブが始まります。テレビ、ドラマ、極戦の主題歌やア,アニメ、ワンピースなど、様々な映画や CM 曲などに、えー、多数共された、沖縄出身の、ヤスさんとユウさんからなるボーカル料、D51 ですね。D51 さんは11時からです。 そして、カウントダウン、フィナーレと続いていきますよ。9時にパーティーがスタートして、9時半から日ア城敦子さんのボサノバ。そして、11時から D51 さんのライブ。で、カウントダウンという流れですね。そしてですね、このカウントダウンスペシャルステージなんですが、MC を務めるのが、なんと皆さんご存知、糸数美希さん。ミキティことね、糸数、あ、ミキトミ。<laughs> ミキティ <laughs> はい。<laughs> ミキトニーですね。失礼しました。ミキトニーこと、糸勝ミキさんと、宮島真一さん。あの、小座の裏側っていうテレビね、二人で MC やってるんですが、この最強コンビでね、MC 務めますのでね、年末グランメールフェスタが大いに盛り上がります。そして出張ドレスダイナー。ドレスダイナーがお届けする特設屋台では、 牛すじの煮込み、揚げたこ焼き、豚汁など、えー、お、お料理もたくさんありますし、またアルコールをむ含む各種お飲み物を販売します。チケット制で気軽にお楽しみいただけますということですのでね、皆さんでライブを見て、また、お二人のね、ミキトニーさんと宮島さんの 軽快なトークに、<笑>爆笑トークで、皆さんでワイワイ賑やかにね、年を越すのもいいんじゃないでしょうか。えー、っと、2017年11月31日、9時からですね、イベントスタートは9時からになっております。そして9時半からね、ライブも始まっていきますので、ぜひ皆様、参加してみてください。そして嬉しいのが、 観覧無料でございます。よいしょー <laughs> すごいよー、これ。カウントダウンスペシャルステージ、この二人のね、あ、二アーティストのライブを無料で見れるんだからね。はい。そして、ミキトニーさんと宮地山さんにも会える。無料で。こんないいお話ありますか皆さん。そして、美味しいお酒と美味しいお料理もある。最高ですね。 はい。ぜひ皆様、年末、グランメールフェスタ、遊びに行ってみてください。よろしくお願いします。以上、FM 小座からのお知らせでした。あ、そうですね。もうこんな時間ですね。えー、9時台。この後ね、ハイサイ沖縄シティのコーナーもありますよ。えー、今日のトークテーマは、 大晦日の過ごし方で募集しておりますので、ぜひ9時台もね、メールたくさん送っていただけたらなと思います。それでは皆様、チャンネルはそのままでお付き合いよろしくお願いします。 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。無料韓国語講座のご案内です。外国語を学んでボランティア国際交流に参加しませんか 期間は1月11日から3月29日、毎週木曜日となっております。時間は午前10時30分からお昼まで、お昼12時までですね。えー、対象は一般の方とな、一般と書いてますね。えー、っと、市内在住、在勤の方を優先にしております。再受講の方は、 キャンセル待ちとなりますのでご了承ください。えー、定員は各クラス15人となっております。定員に足し次第、締め切りは終了となります。えー、受講料は無料です。ただし、教材費は自己負担となります。お申し込み方法は、コザインターナショナルプラザにて直接お申し込みください。 失礼しました。<laughs> えー、お申し込み時間が午前10時から午後9時まで。土曜日は午後7時までとなっております。日曜祝日はお休みです。お申し込み、お問い合わせ、コザイ,インターナショナルプラザ。お電話番号、098-989-6759。 098-989-6759までよろしくお願いします。続いて、ふるさと沖縄市を応援してください。ふるさと沖縄市応援寄付金ふるさと納税についてのお知らせです。ふるさと納税制度とは、自分が生まれ育った沖縄市に貢献したい、または 大好きな沖縄市を応援したいという気持ちを形にする仕組みとして沖縄市に寄付を行った場合2000円を超える部分について一定の制度額まで所得税と住民税を合わせて控除する仕組みです控除について所得税は寄付を行った都市分の所得税から所得控除され住民税は 翌年分の住民税から税額控除されます。控除を受けるためには、確定申告の際に寄付金の領収書を提出することが必要となります。寄付の使い道を指定することもできます。エイサーの町応援、子供の町応援や音楽の町応援、アリーナ応援、子供の国応援、 市長にお任せ、など。平成29年度11月1日から寄付のお礼は市外にお住まいの方に限りお送りしております。寄付の方法など詳しくはお問い合わせいただくか、沖縄市の公式サイトをご覧ください。えー、寄付に関するお問い合わせ。制作企画課・内戦、 2322まで。そして、寄付の控除に関するお問い合わせは、市民税課内線3252までよろしくお願いします。続いて、土に親しんでみませんか沖縄市市民触れ合い農園利用者募集のお知らせです。 野菜などの栽培を通し、農業に対する認識を深めてもらうため、沖縄市民ふれあい農園、ふれあい農園の利用者を募集します。利用期間が平成30年4月1日から平成32年の3月31日までとなっております。えー、農園の場所が 沖縄市池原、えー、東南植物学園より北へ約400メートル、倉敷ダム手前約200メートルとなってますね、えー。対象は市内在住の方。お申し込み方法、住民票、証本を添付し、申し込み書を提出してください。申し込み者、 本人が提出してください。えー、代理申請は不可となっておりますのでご了承ください。お申込書は沖縄市農民研修センター及び農林水産課の窓,が窓口にて1月9日の火曜日より配布いたします。お申し込み期間が1月9日火曜日から 27日の土曜日までとなっております。日曜日祝日は除きます。受付時間、午前9時から午後5時まで。選考方法は、お申し込み者多数の場合は、抽選により決定させていただきます。抽選日は2月7日水曜日午後2時開始の予定です。 えっと、募集区間、一世帯につき一区間、面積が100平方メートル、かな、募集区間数が12となってますね。えー、利用料は6000円となっております。えー、そして、75平方メートルだと、13区間、4500円。 そして60平方メートルは1区間で3600円。そして50平方メートルだと76区間で3000円となっております、えー。詳しいお問い合わせ、お申し込み、沖縄市農民研修センター、お電話番号098-938-9121 098-938-9121までよろしくお願いします。え続いて、沖縄マラソンボランティア募集のお知らせです。対象は18歳から65歳までの健康な方。大会期日は2月18日日曜日、雨天でも結構になります。 お問い合わせは、市民スポーツ課、お電話番号09、098-932-1294、098-932-1294までよろしくお願いします。続いて、障害学習課主催、沖縄県発達障害者支援センター共催、思春期子育て講座、 受講者募集のお知らせです。講師は、堀内裕子氏。子供を理解する力、発達障害の子供とハッピーに暮らすヒント、日時が1月11日の木曜日、午後7時から9時までとなっております。えそして、翌日、発達障害の子が、 働く大人になるヒント。学校、思春期、仕事のこと。こちらは日時が11月12日の金曜日。午後2時30分から4時30分までとなっております。場所はどちらも沖縄市福祉文化プラザ。対象は沖縄市内在住の在住、そして在勤のお子様を持つ 保護者及び関心のある方。定員は30人で先着順。両方受講することも可能です。受講料は無料です。お申し込み方法、電話またはファックスでお申し込みください。えー、お申し込み期間が12月の13日水曜日から1月5日の金曜日までとなっております。 詳しいお問い合わせ、お申し込みは、障害学習課、内線2744、えー、そしてファロ九八0 9 8 9 3 7 3 5 4 8 098-937-3548までよろしくお願いします。以上、ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 時刻は9時13分を回りました。9時台も沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります。FM 小座のスタジオから私サリーがお送りしていきますよ。それではここで沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から行きましょうかね。さあ。 え本日、沖縄本島地方と大東島地方は、高気圧に覆われて、おおむね晴れています。先島諸島は寒気の影響で曇っていますが、雲の隙間で晴れているところもあります。本島中南部の天気が、晴れ、時々曇り、降水確率、朝6時から、夕方6時まで、 0%となってます。そして、夕方6時から深夜12時までが10%ですね。日中の最高気温、20度。風は北の風ですから、今日も寒くなりますかね。風が吹くと沖縄寒いですからね。えー、波3メートルの地、地2メートルでうねりを伴うでしょう。沖縄本島地方の、地方の 沿岸の海域では26日昼前までうねりを伴った高波に注意してください。そして沖縄本島地方では27日にかけて空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いには注意してください。はい。最近夜寝てるときも、あ、乾燥してるなーっていう感じるぐらいね。空気が乾燥してきてますからね、皆さん。喉が乾燥すると、 風も引きやすくなるみたいですからね。本当にマスク必需品ですね。はい。まあ、本当ですよ。火の元、火の取り扱い気をつけてください。こう、乾燥すると、コンセントとかからもね、火が起きやすくなるみたいですからね、えー。続いて道路交通情報なんですが、まずは沖縄自動車道。はい。えー、朝の 那覇西原インターチェンジ間は解消されて、今スムーズに流れてますね。一箇所だけ、巨大。巨大インターチェンジ付近。こちら、下りですね。巨大インターチェンジ付近で、舗装工事のため、規制がかかっております。下り。巨大インターチェンジ下りで、規制がかかっております。その他は、 沖縄自動車道、スムーズに流れてますね。帰省も渋滞もありません。えー、一般道。はい。一般道もこの時間、だいぶ渋滞解消されて、スムーズに流れてますよ。えっと、帰省がかかってるんですが、こちら、国道58号線。カデナかでな町、金区から、 茶ャ町、ジャーガル入り口ですね。こちら、北向き、南向き、両方なんですが、えー、工事のため、一車線が規制されております。国道58号線、カデナ町、金区から、茶ャジャーガル入り口ですね。工事のため、規制がかかっております。はい。その他スムーズに流れていますね。渋滞混雑なく、 今は、すいすい気持ちよく流れている感じですよ。はい。FM 小坂から見えるお天気、朝より、朝はね、結構どんよりとしたグレーの雲がかかってるなっていう感じだったんですが、今は雲の隙間から青空が見えて太陽の光も差し込んでね、ちょっと気持ちのいい暖かい感じになってきましたね。はい。このまま、今日は降水確率、夕方6時まで0%だったからね。 このままぽかぽか気持ちいい一日やるといいですね。はい。ではでは皆様引き続き安全運転で過ごしていただけたらなと思います。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えしました。 さあ、時刻は9時18分を回っておりますよ。マヨアシス。今日のトークテーマは、大晦日の過ごし方ですよ。ツイキャス、ミンタマンニシエゴアさんも来てますね。サリーおはようございますって。ありがとうございます。あの、さっきメグさんが、なんだ、あの CM 中かな、急に刺身食いてーとか。<laughs> <laughs> 急に出たからね。トウさんが、メグをやそう、野生の目覚めってう。<laughs> はい。ケンケンからお刺身届かないかなーって。<laughs> ねえ、サリーも刺身好きなんだよな。美味しいよね、一応ね。刺身うまいよなー。えっとね、シーサーさんが、お寿司が一番美味しいのは、ちとせかなーと思っています。大宮の握り寿司も職人が握っているので、 超美味しいですよ。いいところからネタを仕入れているのかもって。いいなぁ。あのね、カウンターにそのまま直接出てくるお寿司屋さんのお寿司食べたいね。<laughs> 一元さんお断りですぐらいの高級なお寿司を一緒に一度は食べてみたいなどなたかよろしくお願いします。<laughs> どなたか <laughs>。 はい。メールも来てますね。竜神正さやーさん。サリー、メイグ、おはようございます。今日のテーマ、大晦日の過ごし方。毎年、年越しそばを食べに、沖縄料理屋さんに行ってますよーって。すごい。沖縄のそばで年越すんだね、正さやーさん。家に帰ったら、ぼっち大晦日ですけどね。笑いって。<laughs> はい。リクエストも来てますね。ユニコーンの雪が降る街。はいはーい、探しておきますね。そっか。いいですね。マサヤさん、沖縄好きですね。年越しそばも沖縄そばなんだ。<laughs> なあ、家に帰ったらわっお味噌かだったらもう、沖縄に来た方がいいんじゃないね、沖縄そば食べるし。 そうよ、そうよ。沖縄そば。沖縄に沖縄そば食べに来たらいいんじゃないかな。そして、年越して。ね。沖縄の方があれじゃない知り合いとか友達多そうな気がするけど。<laughs> <laughs> はい。<laughs> ぼっちって言うから。<laughs> えーっと、こちら。リスちゃん。ジーンズ好きのリスちゃんにちょうどいい感じのサリー。 どういうこと <laughs> そしてあくまでもダイエットを認めない名具。<laughs> はい。テーマ、理想の大晦日。<laughs> テーマね、えー。新規の女の子を駆逐くには大晦日がベスト。そうなの普段は硬い女の子も大晦日だけは気が緩みがち。僕はただ、大丈夫、大丈夫。 大晦日だから大丈夫と言えばいい。<laughs> どういうこと。<laughs> なぜなら、大晦日には終電がない。<laughs> 一晩中電車は動いている。あ、そうなんだ。いつでも帰宅できるし、遅くなっても言い訳が聞く。決めゼリフは、君と初日の出を見たいな、とかなんとか言えば大体うまくいく。それで来年のクリスマスイブに、 入籍は間違いありません。これが理想の大晦日です。<laughs> 理想ね。<laughs> そうだね。あと5日しかないから。急がないとね、リスちゃんね。<laughs> ということは来年は結婚してるのかな <laughs> 入籍しているのかなクリスマス <laughs> はい。面白いな。えー、こちら。恋するかっちゃんだよ。 めぐさりー、緑茶、麦茶、ウーロン茶、やっぱり、買っちゃんだよーって。<laughs> リスナーの皆さん、おはようございます。昨日のクリスマスの日の朝、娘がプレゼントに気づかず、機嫌悪くなって失敗した買っちゃんです。<laughs> 一応プレゼント置いてたけど気づかれなかったわけ。<laughs> どこに置いてたの <laughs>、えー。テーマ、大晦日の過ごし方。 かっちゃんはね、毎年大晦日前に買い物を済ませて、大晦日にガキツカの笑ってはいけない。あ、これ大晦日だった笑ってはいけない。笑ってはいけないを見て、紅白も見て、紅白終わったら、嫁にテレビのリモコン取られて、ジャニーズの年越しライブのチャンネルに帰られて、<laughs> 帰られたら俺は可愛い子のツイキャスに参加して過ごします。 以上だああ。ということはいつもと一緒ってことね。<laughs> 日常と変わらずっていうことですね。大晦日も。<laughs> はい、ありがとうございます。かっちゃん。娘さんにクリスマスプレゼント買ってあげたんですね。<laughs> 失敗するとかあるんだ。<laughs> 買ったけど。そうなのか。サンタさん、かっちゃんサンタ。 まだまだだな。えー、もう一つ来てますよ。こちら。サリーメグ、おはにゃーごー、ムネシェンシェーネー先生です。<laughs> えー、誕生日、クリスマスが終わり、ほっとしています。何せ、誕生日終わってから、クリスマスカードを書くことに追われていました。すごいね、豆ですね、ムーネー先生ね。クリスマスは年に一度、年に一度ということは、 感謝の気持ちを伝える大切な日の一つ。んで、大晦日。私は、旧暦にシフトチェンジしているので、淡々と普通に過ごしています。特番も、紅白歌合戦も見ず、翌日の仕事に備えて、いつも通り仕事したり、散歩したり、買い物したり、ラジバンダリー、の一日です。久々。<laughs> 久々聞いた。 旧暦ではまだ11月。焦らずゆっくり参りましょう。今年も良い一週間となりますように、ハバーナイスウィークって。はい、ありがとうございます。そっか、胸先生、旧暦って言ってたっけうん。沖縄ではまだね、旧暦で、お正月迎えるところもね、結構ありますからね。南部の方、糸満とかはもう漁師町は大体旧暦ですね。はい、胸先生。 頑張りすぎず、よんな、よんな、頑張っていきましょうね。はい。ということで、今日のトークテーマは、大晦日の過ごし方ですよ。皆様、どしどし送ってください。よろしくお願いします。メールアドレス、7 6 1 a m k f m c o z a j p 7 6 1 a m k f m c o z a j p です。 それではここで一曲をお届けします。龍神正也さんからのリクエスト。ユニコーンで雪が降る街。 お送りした曲は、龍神正也さんからのリクエストで、ユニコーン、雪が降る街でした。さあ、今日のトークテーマは、大晦日の過ごし方ですよ。皆様、大晦日、いかがお過ごしでしょうかはい、いかがお過ごす予定でしょうか <laughs> <laughs> こう過ごしたいな、ああ過ごしたいなという理想でもいいですのでね、ぜひ皆さん送ってください。メールアドレス7 6 1 f m k o s a j p です。お待ちしております。I a i t e、like. Mine. My outfit. My outfit. さあ、時刻は9時35分を回ろうとしておりますよ。前ワシス2時間生放送をお送りしております。今日のトークテーマ、大晦日の過ごし方です。もう今週の日曜日に迫ってますからね、大晦日、早いね。私はですね、ここ何年かありがたいことに大晦日ね、カウントダウンライブをさせていただいているんですけれども、 まあ、あのー、私個人のこのライブというよりは、ホテルでね、チャタンにあるベッセルホテルカンパーナさんのあのロビーで、このウェルカムカウントダウンライブを毎年やってるんですけれども、それがあの、また無料で見れて、そして振る舞い酒も あるんです。なんと、泡盛の振る舞い酒もあるのでね。ぜひ、お近くにいる方は遊びに来ていただけたらなあと思いますよ。まあ、それは夜からなのでね。お昼からおばあちゃんのお家に行って、家族みんなで。で、そしたらおばあちゃんが年越しそばを作って、こっちを作って待ってるので、<laughs> その年越しそばを食べて、 ま、のんびりみんなでお話ししながら、テレビ見ながら、ゆっくりして、で、それから、まあ、夜になって時間になると、チャタンにカウントダウンライブに出かけるっていう感じですかね。で、去年は、まあ、カウントダウンライブ終わって、まあ、もう年明けまして、そこから、まあ、私が水曜日ね、ラジオをご一緒させている、 民謡界の先輩、松田和俊さんの家にみんなで集まって、このお弟子さんとか、<laughs> 後輩の皆さん集まって、で、近くにある神社、あれは神社かな神社にみんなで初詣で行って、で、なぜか家に帰ってきて、 顔に落書き大会が始まるという。<laughs> 油性マジックで。あ、去年はウノだ。みんなでウノ大会をして、あのカードね。カードゲームのウノをやって、それで負けたら、こう顔に落書きされるというやつで、最終的に何回もウノやるから、全員顔に落書きされるという。<laughs> はい。まあ、ワイワイな、だったんですけれどもね。今年もまあ、私は、 カウントダウン、ライブで、賑やかに年を、越す予定でございます。<laughs> ルドルフさんが、落書きは顔だけですかって。顔だけですよ。うん。<laughs> 油性だからしかも、3回ぐらい顔を、あの、洗わないと、本当に落ちないんだよね。あれ、厄介。<laughs> はい。ということでね、今日のトークテーマは、大晦日の過ごし方です。 メイクはどんなって過ごしてるんですか毎年。くっちゃねしてる。いいな <laughs> それがいいよね。くっちゃねえがね、一番ね。うん。うん、うん、うん、うん。今年は友達とワイワイ、カウントダウンしに行く予定はまだないんですか <laughs> ま、出たくないね。<笑><笑>まあね、あの、 なんて言うのかな。二十代前半の時はさ、やっぱり友達と、もう、出て、チャタンとか、那覇とか行って、無駄にわーってやりたかったさ。今は、家でテレビ見ながら、ゆっくりと越すのが、いいね。うんん <laughs>、うん。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 うんうん まあみんなもうこの年になるとみんな同じになってくるのかな。ゆっくりしよっか、言うて。<laughs> まあこの年末が忙しいからさ。この年末の疲れがあるから、お正月ぐらいはゆっくり過ごしたいよねってなるんだはずね。<laughs> はい。ヒーハーさんがツイキャスで、明けましておめでとうございますからのメリークリスマスって言うてますね。<laughs> はい。<laughs> えっと、シーサーさんが、お正月は食べ過ぎないようにするのが目標ですって。あー、この目標難しいなお正月は食べ過ぎてしまうよね。なんかほら、ずーっと家にいるから、なんか口も物寂しくなるし、食べ物もいっぱいあるし、食べちゃうよね。<laughs> はい、誕生日おめでとうございますって、おひいはさんが。誰、誰に どなたか誕生日だったのかなおめでとうございまーす。<laughs> はい。うん、うん、うん、うん。大塚健二さんが臨時ニュースだってよ。携帯電話、床に落とし、疲労と椅子を移動。まさか椅子で粉砕。ま <laughs> じか。放送終わったら、携帯を買いに行きます。<laughs> はー、あ。 椅子を移動したら、椅子、ここなんで、こう、コロコロする椅子なの移動式の。やばいね。<laughs> はい。脂肪、シーサーさんが脂肪を落とすのが大変なことが分かりましたよって。そうよね。なんでかね、つくのは簡単だけどね。落とすのは難しいですね。はい。では、ここで一曲、お届けします。浜田雅都市、チキンライス。 さあ、今日のマイワシ数トークテーマは、大晦日の過ごし方ですよ。えー、メール来てますね、こちら。青の軍団さん。お久しぶりな感じですね。ございます、サーリー、メーグー。あげサーリー、普通に厚着してんの今日はクリスマス、ネクストデーよ。ネク,ー <laughs> ネクストデーまであるんだ。 今日まではミニスカサンダの格好をしてトラさんと、ダメサリー。<laughs> 事務所に着替え置いてあるから着替えて撮らしなさい。罰としてリボンつけて、プレゼントは、私って会うさんのところにカミングスーン。<laughs> 何の罰 <laughs> して、テーマなんではい。そうですよね。 はい。テーマはですね、えー、大晦日の過ごし方ですよ、あの軍団さん。もうあの、早急に送ってくださいね。<laughs> いつもあの、この、なんかちょっとね、どうでもいいやつ送ってきて、<laughs> この自分のね、あの、なんていうの、欲望のままのやつ送ってきて、<laughs> よろしくお願いしますね、あの、トークテーマも。 えー、もういつ来てますね。カジさん。サリー。ちょっと何を。関西ツアーだと。マジで。行きます。絶対に行きます。多分大阪かなてかさ、関東は東京は楽しみにしてますよ。で、大晦日の過ごし方は普段と変わらずにご飯を食べて、テレビを見て、眠くなったら眠。毎年こんな感じですね。って。<laughs> いいね、いいね、くっちゃねえですね。<laughs> それがいいですよね。のんびりがね。一番いいですよね。はい。かじさん、まあ、まずは関西から行くんですが、関東もね、来年は行きたいなと思っておりますので、ぜひ関西ツアーもね、よろしくお願いします。大阪、今決まってるのは大阪、神戸ですね。はい。ぜひまたあの、近くなると詳細の方もね、発表していきますので、皆さんぜひ、 よろしくお願いします。<laughs> はい。大塚健二さんがツイキャスで、お正月は、福袋買いのドライバーがここ数年の定番でーすって。<laughs> はい。ご家族のかな奥さんとかのかな福袋を買うのの運転手してくれてるな。でも優しいね、健二さんね。運転してくれて。っていうことは、 早朝から並ぶのかなこういうのって。メぐグもお母さんの福袋を付き合ってるんでしょうで <laughs> これはふ早朝からとかではないんだ。私の弟も毎年福袋で、あの、スポーツ店に並ぶんだけども、野球やってるから、この、 スポーツ屋さんに並ぶんだけど、結構ね、やっぱりね、並ぶ人多くて、夜中から並んでるよ、私の弟は。<laughs> そうそうそう。結構やっぱりスポーツのこのメーカー、ブランドとかって、やっぱり安くはないさ。それが福袋になると、やっぱりいっぱい入ってて、すごいお得だから、みんなやっぱ並びますよ。うん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 。 いいですよね。このでも、福袋で並ぶのも、正月ならではのね、醍醐味でもありますからね。でも、福袋で並んだことまだないんだよなうん。いいね、いいね。ふ <laughs> ふケンジさんが、多分、青さんに対してかな。一年通して、ブレないのさすがだなって。<laughs> そうですね。一年通して、ブレずに、 来てくれましたね、青さん。ありがとうございます。<laughs> 一応面白かったです。<laughs> えっと、シーサーさんが、関西ツアーの時は2ヶ月前に教えてくれると嬉しいな。宿泊の関係もありますので、って。わかりました。まあ、2ヶ月前、うん、そうですね。4月に行く予定です。じゃあ2月ぐらいってことか。まあでも、随時決まり次第ね。 あの、公表していきますので、ぜひよろしくお願いします。はい。もう、あと、残すところ、6日ですよ、皆様。はい。まあ、のんびりとね、週末じゃなくて、年末になりますね。のんびりと、過ごしていただけたらなと思いますよ。今年1年振り返って、いろんなことがあったなって。今年もね、皆さん、 ま、私は明日水曜日も、2時から松田和俊の島田ラジオでね、あの、カーズさんと一緒に登場するので、<laughs> FM 小沢明日が私は最後になるんですが、まあ、マイワシス、この朝の時間はね、今日は私は今年最後になりますので、1年間ね、今年も皆様お付き合いありがとうございました。 またね、来年も皆様と一緒に元気にお正月を迎えて、元気にね、えー、過ごしていきたいなと思いますので、ぜひ皆様はまた来年もお付き合い、よろしくお願いします。来年も、可愛がっていただけたらなと思います。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。<laughs> ではでは、早いですが、 いいでしょうかね。じゃあ、何でお別れですかこれ。OK。うん。じゃあ、今年最後の火曜日マイオアシスは、ゴスペラーズの星降る街でお別れしたいと思います。星く,星くずの街だそうです。ゴスペラーズのね、星くずの街で、えー、お別れしたいと思います。皆様、2017年、 <laughs> あ、あの、皆さん。間に合った、間に合った。<laughs> 危なかったな危なかった <laughs> <laughs> お大晦日の過ごし方。前に住んでいたアパートから女村ら辺に窓があって、年明けしたら天熊のホテルから花火上がるのを見ていたから、家族はみんな寝てるから、一人でジャニーズのカウントダウンライブを見ながら寝落ちするっていうのがパターンだった。 途中起きたら、カウントダウン TV のライブしていて、だいたい愛子が歌っている。笑いって。<laughs> あ、女村、らへん、あ、女らへんに窓があったから。あは、見えたわけね、女村がね。そうですね、花火上がりますからね、女村ホテルからね、いいですね。<laughs> はい、ありがとうございます。あの、軍団さん、危なかったね。<laughs> <笑><笑>はい。それでは皆様、えー、2017年ね、おみそか、良いお年を、またね、えー、来年、良いお年をお迎えくださいませ。それでは今年も皆さん、ありがとうございました。また来年ね。まあ、明日もいますけども、私。<laughs> バイバーイ。